羽織るもの持ってこようか。芸平和の町。うんうん、平気だよ。辻だ、かわいい。またやめてほしいの？めっちゃエリー・ディーナのこと好きじゃん、ね、ほら、おしまい。もう行って。跳ねのけされた。まあいいわ、辻と遊びたい。撫でてみる？ほら、いいよ、撫でて。おー、ダメ、もっと優しくね。こうやって、そうそう、ほら。ねえ、何？触るよ。羊を野屋に入れてくれる？ああ、このままでも平気。本当？うん。ディーナは休んでて。ありがとう。はい。ほら、ちゃんとかけて。お風呂にも入れたいし、遅くならないでね。私、羊マスターだよ。何、羊マスターの仕事すんの？ほら、羊ども、納屋で晩ご飯が待ってるぞ。ほら、おいで。ほら、行け。スノー、納屋行くの。デイジー、行った行った。ほら、ほら、うわ、羊がたくさん。すげえ、チンコみたい。何匹いるのかな、数えよっか。早く。1匹、2匹。眠くなってきたからもうおしまい。入れ。あ、これ何しようね。友人、ほらほら、中入って。ほら、トト、のんびりしない。行け行け。はぁ、絶対羊多すぎだよね。あ、かわいい、赤ちゃんもいたの。ねえ、何匹か食べちゃおうか。よくできました。おし、それじゃあみんな、また明日ね。こら、ダメでしょ。ん？あ、よかった、羊か。ゾンビに見える。ほら、おいで。びっくりした。深呼吸して。ダメ。ジェイジーをこっちに。ほら、やばい、なんか一種のうつ病みたいになっとるやないか。精神病みたいな。ごめん、何があったのか。私はただジェイシーいい子だね。いいから。あ、ディ、ジェイシーじゃない、ディーナだ。最近何も刺激なかったし。ウサギまだ生きてるんだね。
プレゼント。プレゼント。うさぎ2匹うさぎ飼ってる人には申し訳ないのよ、うん、どったどエリどこいたのカリー思ったより手こずっちゃって誰まあとにかく入ろうお前握力強いなトミー生きてたおお来たかその子は私がおいでよいしょっとほらああ大丈夫だあやっぱ足やられたんか元気久しぶりだねああ元気かでかくなったなでしょ筋肉の塊なのね街はどうマリアは元気だよ少しおしゃめちゃんいらっしゃい距離を置くことにしたうんそっかまあいろいろ話し合った上で二人で決めたことだしな、うん、ほら、うん、座れよ見せたいいやおめんちじゃねえだろ座れよとか言ってここんとこずっと探りを入れててなある話を新入りから聞いたそいつが言うにはある女とカリフォルニアで取引したことがあったってその女は図体がでかくて顔に傷跡のある子供を連れてたらしい海岸沿いの座礁したヨットで暮らしてるって話だここでな絶対あいつだもう終わったことでしょうトミーは殺さないと気が済まないのかいいか俺はいけない分かってるそうかいここでのんびり暮らしてりゃ奴のことなんか忘れちまうか復讐してやるトミージャクソンに戻った時そう言ったよなトミーがっかりだあいつ煽りに来やがってこの子をお願い、うん、ほらジェジェおいでちょっとさっきの何どんな目にあったのか分かってるでしょ黙れ、さあ俺に近くだったら何だって言うのああそうだお前にとっちゃその程度なのか文句はなら言ってみろねえ本当だよどんだけ何発殺されたと思ってんの私はボスちゃんこんばんはカズちゃんヤッホーこれはねラストバス2究極のホラーゲームマジかよ行く気あ閉めただけか
さかエリー行かないよな。いやでもそのまさかな気がする。見入っちゃうよね。にゃんこ欲しい。出される？生きてる時か、びっくりした。何が楽しいんだか。同感だね。ジェイシーもあっさり死んだから、ね、お前のおやすさんにどやされたよ。なんで？ん？ああ、パトロールのダメだし、ここは危ない、あそこは行くな。お前が当番だとマジうるさくってさ。そう、あいつ目立ってんな。どうせより戻すんでしょ、2週間ってとこ。ありえないね。あいつなんか言ってた？やっぱ1週間エリーいたの。遅刻だよ。よし、勝ってたことあるんか。ちゃんと来たでしょ。よ、どうも。朝一で出発だからな、忘れんなよ。はい、ボス。うわ、ひど。なーに、なんか文句ある？ねえ、すっごく気になってることがあるんだけど。こいつ暴れずれだな。私かなり臭い。そうだな、生ゴミって感じ。あっそう。うわこれでどう？だな。好きなくせに。こっからレズプレイ始まってたのか。男どもの視線釘付けにしてるよ。エリーを見てるんじゃない？それはない。嫉妬してるのかも。ただの女の子なんて怖くないでしょ。それは違う。あなたが一番怖いのにね。
ありゃりゃりゃ。おやおや。おい、家族で来てんだぞ。ごめん。ごめんって。子供たちだって見てんだ。そういう自分はいいお手本なわけ。勘弁してくれよ。口出しちゃなレズとはね。今なんて言った。エリー、エリー、ダメ。とっとと失せろ。俺に触んじゃねえ。二人ともやめて。やばいやばい、カオス。さあほら外に出て。あいつらはもういいから。風に当たってこいよ。まあ平気か。何考えてんの。あんなひどいことを。自分だって助けてくれなんて言ってない。そうか。ジョエル、かわいそう。パパの代わりになりたいだけなのにね。ヤマちゃんとかで声優さん。そうよ、親父じゃないのよ。確か子供のジョエルの本当の子供の名前はリサっていう名前だった。エリー、最初に警官に撃たれた、ワンの時に。ディーナ、バレた。あの子久しぶりにぐっすり寝てる。疲れてたし。ええ、でも平気。もう寝よう。朝また話そうね。終わらせなきゃ。マジかい。なんでトミーのためにそこまで。眠れないし食欲もない。ティーナにはわからないよ。何それ。私だって辛いよ。でもあなたとあの子のために耐えてるの。愛してる。だったらここにいて。行かなきゃ。なんで。じゃあ何、ここでただじっと待ってろってわけ。一体いつまで。もうあなたは死んでるかもって思いながら。私は死なない。ジェシーだってそう思ってたはず。ジョエルもね。ねえ待って、エリー。ねえお願い。私たち家族でしょ。あんな女が家族より大事なの。うちも行きたくないよ。もう怖いし。エンディングにさせてよ。止めて。戦いたくない。私はもう行けない。まだ早いのこれ。嘘。わかった。え、お別れちゃんちゃん。嘘だろ。寝れないからと安心のために決着をつけに行かないといけないの。くー、しびれる。アビーも殺したくないんだよね。アビーの気持ちも なんとか分かっちゃうからさ。コンスタンス2425。コンスタンス2425。あったよコンスタンス。それじゃああとは。もうここは先週も見たでしょ。情報もらうために銃をあげちゃうなんて。見つかるかも。ファイアフライを見かけたなんて絶対嘘。ほらレブ、
いい予感するんだ。僕はしない。行こう。どこにどこに行くんじゃ。何もいないんだろうな。2410。そっち側にはないと思う。偶数しかないし。240。あ、部屋番か。変な落書き。ファイアフライの落書きかな。違う。私が知ってるやつじゃない。ねえ、何かいるよ。ほんまや。敵いるんだけど。え？もう平気。本当かよ。そうかな。シンプルに怖かったんだけど。だけどこれすんなってんのこれ。いねえんだろうな。クリッカー。え？クリッカー？いるやん。フリッカーとかとんでもねえのいるやん。ナイフがないと死なないんだ。やっちゃった。そうだったわ。待って、ここからかい。もう平気。でクリッカー。そうかな。クリッカーぶち殺す。クリッカー。
喉パンチ。音はしないね。よかった。喉パンチは強すぎ、アビ。ね、やっぱりいたでしょ。やば。そうだね。警戒して。見た今の。ほら、家探そう。2425。ナイフなしの喉パンチ。家を探そう。ここにいなかったらどうする？もし手がかりがなくなったら、レブはどうしたい？わかんない。ここにはいたくないな。うん。ブラウザーじゃないんだよね。よし。ラストオブアス。なんかいる予感。でも敵の気配。この家、空き家っぽいね。諦めない。うちの配信見やすいよ、本当。家の内側を外みたいにペンキで塗ってるけど、植物はこんなんじゃない。ああ、それ？それは子供が夢に描く外の景色。昔の世界では、こんな風に子供部屋の壁に絵を描いてたの。私の父さんもね、ジャングルの絵を描いてくれた。へえ。アイテムが少ない。やだなら喜びそう。すんずれ？そうだね。なんかビビってね。閉まってる。他に入り口あるかもよ。ずいぶん前向きだね。役に立ちたいだけ。いつも助かってるよ。なんか作れるか。お、お。うんうん。いるよ。アイフバン。ポチャルちゃんこんばんは。ナイフ作れねえ。うん。コンスタンス2425。ここで間違いない。サンタバーからカリフォルニア。ねえ、でも何もないよ。それはまだわかんないでしょ。9310。なんか。おっと、あと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 危ねえ。64インチぐらいのテレビをぶっ壊すとか。ピッシュ！うわ、ごめん。ここは？宝の間、ね、うん、そんな雰囲気だね。ビビった、ごめんね、くしゃみが。プールに入ったの覚えてる？ああ、落っこちて死ぬ寸前だった時のこと。あんまり思い出したくないけどね。僕も死ぬかと思ったって言ったら少しは気が休む。全然。関係ない。どこだ？あ？ダメか。本当に何もなし？ありえない。ありえないわ。ここも来たよ。破壊していく。
ん？後ろのスコップがザコシに見えるの。ザコシってなんだ？うわ、何もない。ガセキルト。うん、あいつどこ行った？エブ、ここはもういいよ。待って。ん？何かあった？跡がついてる。こんなとこ気づけるかい？どいて。無駄に時間使わせよって。およよ。およよよ。誰か？いたらやべえだろ。たら死んじゃう。しばらく誰も来てないのかな。残念だけど、そうみたいだね。まあでもここ。いい弊社ではあるね。しばらくここにいたんだ。それってシャワーでしょ？そうだよ。入るなら入ってもいい。電気が通ってたんだ。調べよう。電気か。これ何？ソーラー発電だね。ああ。この周波数はまだ生きてる。こちらはどっかにコールサインない？え、何それ？あ、数字と文字のリスト。さっきあったよ。いや、こちらサンタバーバラのアービー。聞こえますか？オーバー。オーバーオーバー。誰かいないの？これ何？お。周波数だ。この周波数はまだ生きてる。こちらサンタバーバラのアビー、誰かいますか？これって全部ファイアフライの拠点？そうね。誰か聞こえますか？オーバー。この周波数はまだ生きてる。こちらサンタバーバラのアビー、誰か答えて。この周波数はまだ生きてる。こちらサンタバーバラのアービーです。誰か聞こえますか？もし聞こえてるなら応答して。ねえ、答えて。信号をキャッチした。サンタバーバラのどこにいるんだ？コンスタンス2425。ここにファイアフライの基地があるって聞いたけど、じゃない、誰も残っていなくて。私もメンバーなんです。どこの基地にいた？ソルトレイクの拠点にいました。施設の責任者は？アンダーソン博士、父なんです。驚いたな。実はメンバーは全員中継基地から本拠地に引き上げたんだ。何人いるんですか？大体200人ってとこだな。毎月数人増えてる。
言ってた通り。二人追加して。そちらの場所は？カタリーナ島だ。大きなドーム型の建物に来ればすぐ見つける。オッケー。じゃあ今から向かいます、アウト。ああ待ってる。アビー気をつけてくるんだぞ、アウト。ほらヨットに戻ろう。なんか殺されそう。アビーの言う通りだった、認める。ああ、今なんて言った？僕が間違ってると何度も言わせるんだから。だっていい気分になれるし、たまにしか間違わないでしょ。え、どっちだっけ。来るんだ。ほら見せてみろ。いいか。おいよせよ。ちょ待って。言ってえだろ。これでいい。チビは任せたぞ。あー死んでる。その子に触らないで。おいおいマジかよ。こいつ生きいのが釣れたぞ。何どうする気。こんなゴリラ連れて どこ行くの。怖い怖いピエン。何このヨット、ヨットじゃないか。おおヨットか、でかっ。どこに行ったわけ。コンスタンス2425、うん、間違いない。う？アビーがかわいそうだわ。アビーを助けるわけじゃなくてこの村に入っていくってこと？ちょっとまだまだ終わりそうにないですね。っていうことで今日はねここまでにしときましょうかね。続きはまた今度やっていきたいと思います。ありがとうございました。寝落ちしてる方もね、コメントくれた方も。ちょっとビビリなんでちょっと音がねうるさかったかもしれませんが、頑張ったと思う、ティモ的にということで、この先でちょっとね面白そうだからどんどんやっていくの。なんだあれは。檻だ。撃てなかったわ。ってことでおやすみなさい。またのおつんつん。